皆さんこんにちは。私たちは錦産業さんに訪問させていただきました。錦産業さんは昭和45年2月に創業されました。2020年には創業50周年を迎え、長い間稚内を支えてくださっています。錦産業さんでは道路工事、市街地の除雪、資材の運搬の3つの仕事をしています。道路工事では主に皆さんが考えるような道路の拡張、整備をしています。資材の運搬では建設関連の資材として鉄骨、砂利、砂、土砂、石材などの運搬、各現場への建設機械、特殊車両を運搬をし、また酪農関係として牧草などを牧場のサイロへ運搬しています。冬季では道路の除雪、排雪した雪の運搬を行い、道路のインフラ整備に欠かせない事業を展開しています。次に職場で使われている制服、重機について3つ紹介します。まずは油圧ショベル。錦産業で最も使われているこの重機は掘削、整地等のための腕状の構造およびバケット等が油圧により作動し自走する機械です。主に掘削、整地に用いられています。次にブルドーザー。この重機では土砂のかき起こしや盛り土、整地に用いられています。ちなみにこれらの建設機械には1000万円単位でお金がかかっているそうです。最後に作業着。この作業着は動きやすくジャージに近いですが、汚れがすごく落ちるので清潔に保つことができます。次に先日錦産業さんに訪問させていただいた際に、代表取締役社長の貝森貴博様にお伺いしたいくつかの質問を紹介します。一つ目に、働いていてやりがいを感じる瞬間、またこの仕事のいいところについて伺ったところ、一つ一つの工程が終了して完成した時や地図に残る仕事をしていると感じた時という答えをいただきました。二つ目に、新型コロナウイルスの影響で変化したことは何ですかと伺ったところ、土木建設業なので業務時間に変化はないが、毎日の体温測定、マスクの着用などの感染対策や消毒をするなどの衛生面を徹底しているそうです。3つ目は、いろいろな国の人と関わっていく中で文化の違いを感じたときはという質問に対して、物に対する考え方が異なっていること、日本の文化に慣れてもらうまで時間がかかることと教えていただきました。錦産業さんでは人材不足解消のため社長自らベトナムに出向き現地での面接を行ったというエピソードを聞かせていただき、仕事への情熱を感じました。4つ目に、どのような人がこの仕事に向いているのか聞いたところ、文系理系問わず興味がある人、大学は別に出ていなくてもいいが大型免許は持っている置いた方がいいとのことでした。最後に、錦産業様から一言をもらいました。稚内に魅力を感じ、札幌や中央の学校に進学しても稚内に戻ってきて地元の会社に貢献してもらいたいですとのことでした。このように錦産業様では国や性別を超えていろいろな人が活躍することができます。仕事の様子を社長自ら編集し、YouTube に動画を公開しているので、気になった方は、錦太郎で検索し、ぜひご覧ください。あなたも錦産業で働いてみたいはいかがでしょうか。これで僕たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。